日本近畿地方京都府京都市左京区、宝ヶ池公園宝ヶ池公園は、京都府京都市左京区にある公園。園域は、宝ヶ池を中心に、国立京都国際会館、ザ・プリンス京都宝ヶ池に隣接する。宝ヶ池は、江戸時代法歴年間に、農業用のため池として作られた、人工池で、もともと有水があった。 深田の東側に包みを作ってせき止めたものである。1855年に拡張工事が行われ、現在の広さとなった。明治までは単にため池、北浦ため池などと呼ばれ、1911年に発行された文書に宝池の名が初めて出ている。宝が池の名前の由来には水不足に苦しんでいた松ヶ崎にできたため池は、宝のように思われた池の形が、 奮闘型でお金に例えられた法歴年間にできたものだから、などの小説がある。この池を市民の憩いの場として利用するために宝が池公園が作られた。比叡山と国立京都国際会館を借景として楽しむ遊歩道とボート遊びができる本体部と山を越えて市営地下鉄松ヶ崎駅側にある運動公園子供向けの遊戯施設がある。 子供の楽園と本体部と子供の楽園を結ぶ一いの森部分から成り立つ。四季を通じて花の名所であるように設計されており、特に春の桜の時期は非常に混雑する。野鳥観察の施設もあり、京都市内とは思えないほど自然に溢れている。また、池の周囲の遊歩道では近辺の私立小中学校のマラソン大会が恒例行事となったり、 ジョギングをする者も,も少なくない。子供の楽園のある場所はかつては1949年に開設された京都競輪場だったが、競輪場廃止に伴い改築され、作られた。2006年までは競輪館専用のベンチスタンドが残されていたが、老朽化により取り壊された。ありがとうございます。